実はアミの彼氏を好きになったことは、皆さんこんにちは、ふみです。アミです。ふみあみです。イエーイ。はい、今日はですね、ちょっとふみが考えた持ち込み企画持ち込み企画。昨日の夜アミに、ふみに聞きたい、本当に聞きたいことを3つ考えてきてくれって言いました。で、ふみも同じで、アミにまあ本当に聞きたいというか、今やから聞けるとか、なんかアミに聞きたいことを3つずつ考えてきました。なので今からそれを答えていきたい。めっちゃ悩んだわ。てか聞きたいことないってならなかった？なったなんか全部聞いてるし知ってると思って、どうしようって思ったけど、そういう企画やから普段聞けないこと、うん、普段聞けないこと、うん、頑張って絞り出しました。はい、じゃあ1個ずつ行こう。うん、どうぞ先に。先に、じゃあ私が考えてきた1つ目、ふみ、うん、じゃなくて、うん、アミで良かったと思う顔のパーツ。でもみんなから見たら同じやんって思うんじゃない？同じやんって思うけど、自分の中で違うなと思ってて、自分の方がいいなって思うパーツ。かつく眉毛、あ、眉毛な。ちょっと眉毛見せよ。眉毛、なんかふみの方がちょっとこう、触覚眉毛みたいになってんね。普通にして離れてんな。あ、一緒ぐらいかな。あみの方が平行眉やんな。うん、眉毛かな。え、じゃあ逆にふみは？え、それも質問？いや、一個に入ってないけど、聞いとこうと思って。ふみ、うん、鼻やな。え、自分の方が良かった？あ、自分、アミの方がいい。アミの方がいい。違う。ふみの鼻舐めてるやん。今のリアクション、ふみの鼻バカにしてるやん。あ、自分の方が良かったことやか。ふみの鼻バカにしてる。耳の下にほくろ、あ、目の下にほくろがある。あ、そのほくろは自分があってよかったってこと？うん、アミにはないけど、ふみにあってよかったもの。なるほど。眉毛とほくろね。うん、はい、次ふみに質問して。今までアミにこれだけは内緒にしてきたっていう秘密を今暴露してください。アミにこれだけは内緒にしてきた秘密ある？うわ、むっちゃありそう。むっちゃある。うん、怖い。だってふみ結構アミのもの使ってるもん。例えば？使って壊してるもん。やばい。使って壊してこっそり直して、アミが使う時パキって割れて、あ、壊れた、え、なんでなんとかやったことあるかも。やばい、悪や悪、怖すぎる。子供の時はそんなことありますよね。人のものが羨ましくなったりしますよね。え、怖い。その時のアミに教えてあげたい。かわいそう。でもほんまにガチで隠してること、うん、ガチで隠してることはない。あーね、うん、全部知ってると思う。恋愛から友情から家族のこと、悩み、双子ってほんまに何なんですかね、これ。友達よりも価値観が近いから、うん、家族よりもさらに近い、うん、から何を言ってもこう味方になってくれるから、甘えてしまいます。だから隠し事もそんなないと。はい、ふみもその質問実は入ってて、ふみ、うん、に隠してることはあるって質問が入ってます。ふみも、ふみに隠してること、うん、あんたもよう人のもの使うけどな。まあそうやな。ふみ、あ、し、ん？食べんねんよ。あ、そう、それ買いようとした。仕事中にふみのお菓子とかふみのジュースを勝手に飲んでて、ふみ、うん、がなんか飲んでて、え、誰か飲んだ、めっちゃ減ってるって、うんうんって言ってる。え、知らんって言ってる、普通に。でもめっちゃふみが食べて、やばい、あと1個になってもうたとか。そう、え、なんかあったよな。実家おるときさ、やっと、あ、思い出した。ふみさ、すっごいさ、
あれ好きやね、韓国のハイム。ハイムっていう韓国のお菓子があって、なんか結構出張の時に買うんやけど、出張で行くお店には小袋が売ってなくて大袋しか売ってないんですよ、こんなでっかい箱で。それが結構もう持って帰るのめんどくさいんやけど、朝にそれを2本ずつ食べるのがふみのルーティンやったんよ、韓国から帰ってきたの。だからすごい、まあ、楽しみにして買って、スーツケースにパンパンなのに詰め込んで持って帰ってきて、でそっからなんか多分出張かなんかで東京行っとって、で網はなかって、で、まあ、日本にか大阪に帰ってきて、さあハイム食べようと思ったらもう1個しかなかった。まさかこんなでっかい箱買ったのに1個しかなくて、えって思って、ふみのハイムってほんまに怒ったよな、あの時思った。めっちゃ拗ねてた。じゃあなんか知らんけど配っててみんなに勝手に人のお菓子を自分のものかのように。なんかそれでジュメロの事務所に行ったら、普通にハイム食べていいよみたいな感じで並べられててえみたいな。結構辛かった。隠し事ではないけど、そうやな、お菓子とかジュースは勝手に飲んだり食べたりするかも。うん、でもほんまにそれくらいかも。それ以外ほんま秘密にしてることない、基本全部さらけ出してると思う。正直、はい、アミになりたいと思ったことありますか？これ聞かれたことあるね、ファンの子とかに。うん、なんかたまに聞かれるねん、この正直ふみちゃんになりたいと思ったことありますかとか、ふみちゃんの方がいいなって思ったこととかあるんですかとか聞かれるんだけど、ありますか？アミになりたい、うん、あるなそれはあるでしょ、人間、人が羨ましくなるでしょ、たまには。どういう時？頭の良さとか。いやいやいや、頭いいのはふみの方が頭いいと思ってる。自画自賛がたいからふみ。じゃあ何？髪の長さとか。いや、めんどくさそう。何や思ったこと。何やろ。ちょっと待ってな。あると思うんやけど、今ここでこういう時になりたいみたいなのは思いつか？思いつかへんけど、あんたはいいよなっていうのはよくあるあ、確かによく言われる。うん、そう、あ、なんか結構ラッキーがある。うんうん、それはいいなと思う。あんま何も考えてないけど、あ、ラッキーっていうこと多いかも。うん、確かに運の良さ。うん、ラッキーがある、ラッキーがある。じゃあ最後、ふみからあみに最後の質問、3つ目、これだけはふみに負けないこと。なんですか？負けないこと。うん。見る目。どういうこと？人材？それは何の？人材、人材。人材。じゃあ、絶対人事部入られへんやん。あ、でも違う。どうも難しいな。これだけは負けない。めっちゃ難しい。顔とか言ってた顔ではないかな、って終わる。同じやからな自分の方が勝ってることとか、負けないでもいいよ、勉強を。食べる量、食べる量、確かにいやでもたまになんかすごい時あるからな、生理前みたいな、うん、今結構食べる。昨日あの後ベタモン食べた、味噌汁。あー、すごい。いつもアミの方が食べる。センス、センスもな、そこまでそんなにも同じぐらい。ヘアアレンジメイクなんでフミが言ってんねんなおかしい、アドバイスくれるおかしいって。でもフミも努力型の人間やし、なんて言うやろ、我慢強い。あ、痛みもフミの方が強いしな、痛みにあれ全部負けてない？負けてますね。負けてる、うん、同じぐらいな気がする。最初はなんて言ったっけ。あ、見る目、やっぱそれかな。人を見る目らしいです。フミ結構誰でも信じるから。
そう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 、みんな愛してる。まあ信じるっていうか、まあいいとこだけを見るところの癖がある。いや、アミもそうやって、悪いとかも見られへん。あ、じゃあなんやろ、なんやろな。アミの最後の質問、うん、あ、これは禁断の質問です。はい、アミの、アミとフミって好みが違うんですけど、うん、アミの彼氏を好きになったことありますか。わあ。禁断の質問、みんな気になってんじゃん。実はあの時アミの彼氏と〇〇ありましたとか。怖い。実は、実はアミの彼氏を好きになったことがありません。全くありません。よかった。アミの彼氏はもう男性じゃない、うん、アミの彼氏、確かに間違いない。なんていうの、兄弟みたいな感じ、うんうんうん、やし兄弟、うん、なんかそういう風にしか見えへん。宇宙人みたいな。男女人間アミの彼氏宇宙人みたいな。え、男女アミの彼氏とかやったら、あ、そう、人間宇宙人。まあなんか人種よ、そういう。わかるわかる。だから同じかも。異性的な目とかでは見れへんし、いとこの兄ちゃんみたいな。あ、そう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 。ちょっと遠い親戚か。うん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 。まあなんかそんな感じにしか見えなくて、想像もつかないです。え、あるなんだ。ない。ないやろな。全くない。まあそんな感じですね。禁断の質問。はい。てか禁断ではなかったか結局。もうないもん。禁断っていうかあれやな。今だから聞ける？うん。質問でした。どうでしたか？面白かった、個人的には。みんなは楽しかった、いいな。じゃあこの動画が面白かったら、いいねボタンとチャンネル登録もお願いします。お願いします。